トップを狙いい第5話お願い会いに時間をです、ねえー、ビデオの最終巻5話と6話のですねようやっと予算 OK が出ましたもう散々ですねビクター OK 出たんだけどバンダイの方から売り上げが足らないと言われてダメかと思われた時にですねこの条件だったというのが出たんですねそのバンダイの高梨君とビクターの佐々木さんに呼び出されましたで、えー、5話と6話予算が出ますただし会社を説得するため上を説得するため1つだけお願いしたいですねそれがですね 挿入入歌をれれ、てくれとトップを狙い、フライハイっていうですね、あの5話の合体シーンでですね、えー、なんだろう、声優さんが歌う歌があるんですけど、これなんですね。これを入れてくれと。で、あのトップを狙えは、まあまあ,あの、ガイナックさんのおかげで人気作にもなったあの。下請けやったスタジオファンタジアさんも頑張ってくれたので人気作になった。イベントをやりたいと。 イベントをやったら何が問題があるのかってトップ7の主題歌って実は当時アイドルで人気絶頂だった酒井の子だったんですね。酒井の子で、でもイベントで酒井の子来ないでしょって言われてですね、<laughs> 僕、本当に笑っちゃった。全員本当に笑っちゃいけないで笑っちゃって、そりゃあね、アニメのイベントに酒井の子来ませんよねって笑っちゃったんですけども、酒井の子読めないと。で、声優さんにやっぱこんなに頑張って1話から4話まで、 熱演してくれた声優さんも、日高のりこさんなんて自腹でビデオカセット買ってくれたんですよ。あの、それぐらいですね、熱を入れて好きになってくれたのでですね、あの、彼女らに花を持たせたいじゃないかというふうに言われてですね、その、主演の日高のりこ、佐久間玲のデュエット曲を出したいというふうに言われたんですね。で、声優さんが歌う曲なので、まあ、正直言ってリスクも少ない、制作予算もそんなかかんないし、売り上げもかなりこれ見込めるというふうに言われたんですよ。 で、あ、いいですよ。じゃあ、作詞同士にしましょう、みたいなことを言い出そうとしたら、高梨くんの方から、で、で、話はここからだと。曲はもうできてますって言われたんです。これを本編のどっかで流してほしいっていうふうにですね、言ってカセットもらったんですよね。もうカセットだったか CG だったか忘れてたのですけどもらったんですよ。で、高梨君がその時にですね、釘を刺されてしまって、直しかはダメですよ。岡田さん。 ナウシカ今考えてますよ。何かというと、風の谷のナウシカでイメージソングをですね、あの、安田成美が歌ったんですね。風の谷のナウシカってっ宮崎駿がそれ聞いて激怒して、絶対にこんなもん流さんと。で、鈴木敏夫が、なんとか、絶対流さんだとかっていうことで妥協点で出たのが、映画館の休憩時間に流すっていうですね。<laughs> すごい方法だったんですよ。で、岡田さん、それ考えてるでしょ。例えば、科学講座でこれを使うとか 書いてるでしょとかで俺も「いやバレたか」と思ったんですけど「とりあえず聞いてください」って言って,聞いてでその場で聞いたらですねまあなんかこのヘナヘナな歌というかですねもう5話と6話の脚本は上がってるんですよ。で5話ではですねこれまでの関係が逆転してお姉様が励まして紀子頑張るという構図だったのがお姉様の方が へこたれて、のりこが最後に励ますというのがクライマックスポイントになってるんですね。ところが、高梨君と佐々木さんはその5話と6話の脚本を読む前に発注しちゃったもんだから、これも彼らがトップを狙えてる作品を 助けようとしてくれたからなんですけね。作詞家に発注したもんだからですね。お姉様がノリコを励ますという相変わらず1話2話の構成で作っちゃってるんですね。で、うわ、これどうやって使えるかなと思って、まあ、ガイナックスに持って帰るわけですね。まあ、もう歌が、<laughs> くじけちゃうわ、ダメな私、傷だらけのハート、隠した涙がヒリヒリっていうです、ね。 まあ、なんというかですね。恥ずかしい歌なんですよ。誰もみな、あ,あの、初めはそう、諦めたらダメよ。ついてきなさい、しっかり、お姉様が言って、のりこが、とてもできないわ、って言ってお姉様が自信を持つの、のりこがド、ドキドキしてるお姉様が頼ってもダメよ、っていうですね。まあ、<laughs> 皆さん聞いても信じられないかもしれないけど、本当にこれが5話でかかるんですよ。で、瞳通じて、祈るようにファイヤーファイヤー、今、命を燃やすのってですね、すごいデットソングでってくます。これ、どうやって本編に入れればいいんだと思ってですね、で、デモテープ持って帰って、スタジオ内でもうかけたら、まあ、当時のガイナックスはですね、もうとにかくオフだけムード全開なんですよ。 トップね、だお悩みさんのつば作った時は真面目ムード全開なんですけど、トップをれ作ったる時はおふざけムード全開で、ギャグを思いついたらもう即採用なんですね。で、なので、大爆笑なんですよ。で、これ、二人の関係と真逆だけどどうすればいいと。そしたらもう、庵野君が、とりあえず、これは合体シーンで流そうと。今合体シーンって、あの、田中公平さんの音楽だけで盛り上がる方向なんだけども、 合体シーンでかける。合体シーンで真逆だけど、多分見てる人間あんまりそんなことに気がつかない。ノリで突っ切れるというふうに言ったんでですね、本編で唯一、全6話あるうちでガンバスターがちゃんと合体するシーンって、もう本当に1回だけなんだけど、そのクライマックスシーンでこのバカな曲を鳴らすことにしたんですね。えー